ねえ、今日一緒に寝ていいなんとなく、今日は別々で寝たくなくて。ダメかな。<laughs> ありがとう。<laughs> 一緒に寝るとき、いつも思うんだけどさ、シングルに二人で寝ると、狭いね。 そうだ。引っ越したらベッド新しくしよっか。二人で寝ても余裕あるくらい大きいやつ。あ、うん、でもな、俺この狭さ嫌いじゃないんだよね。逆に好き、というか、幸せだったりする。だってこうやって <laughs>、 君をギューしないと一緒に寝れないからうーん大きいベッドで寝たいけどギューして寝たいしどっちを選んだらいいんだろうあどっちもいいのそんなこと言われたら本当に大きいベッドでギューして寝ちゃうよ本当の本当にいいんだね やった。<laughs> 大好き。<laughs> おかしかった俺がうーん、自分じゃよくわかんない。いつも通りのつもりだったんだけど。もしかしたら、君と一緒に住めるってことが嬉しすぎるのかも。 俺の夢だったから、こんなに早く叶うなんて思ってなかったし。正直ね、まだ夢心地で、ふわふわしてる。それと同時に、ちょっと怖いんだ。一緒に生活したら、今まで見えなかったものも、見えてくるって言うじゃん。それがきっかけで別れたりとか。 別れるのだけは嫌。絶対に。嫌なとこあったら言ってね。俺も言うから。ちゃんと話し合って解決したい。何も言わずに我慢するのが禁止。約束ね。<laughs> 俺たちのルール 一つ目だねねえ <laughs> なんかいいなあこういうの同棲するって実感湧いてきたあっ早速一つ話し合いたいことできちゃったあのねお互い明日お休みじゃんそういう時って前の日の夜はいっぱい頑張っちゃってもいい だって、今まではお互いが休みの日はお出かけデートするからって、あんまりできなかったじゃん。せいぜい2回とか。それが同棲するようになったら、お出かけデートはいつでもできるってことでしょだったら、今までみたいに我慢しなくてもいいよね。ええー、なんでダメなの理由は やだ、ずっとやだ。そんな理由、納得できない。うちは、俺だって、年頃の男子だもん。人並みくらいには性欲あるし。しかも、彼女と同性だよ。いっぱいしたくなるのは当然でしょ。うん。どうしても嫌なの。 じゃあ、さっきの約束はなかったことにする。我慢するのは禁止ってやつ。うん。意地悪だよ。こんな意地悪なこと言っちゃうくらい、君が欲しいの。ずっと、ずっと我慢してたから。 今夜はある意味初夜だし、どうせの予行練習だと思って、最後まで付き合った。 ねえ、ドキドキしたもっとドキドキさせたいから次の動画も一緒に見ない <laughs> チャンネル登録や高評価も待ってるね。最後まで聞いてくれてありがとう。